どうも、曽我です。狼絶景版やってきます。どうしたい、そんなキョタンとしちまってよ。打ち出の小槌ってのは振るだけで人を小さくできるんだ。ぶん殴るなんて乱暴な使い方するわけねえだろ。相変わらずお前はからかいがいのあるやつだぜ。出た、一寸。はっ、なんだいこの野郎、急にイキり立ちやがって。まさかオイラの顔忘れちまったんじゃないだろうな。いいか、ケムクジャラ、てめえの旅のつらいこの旅絵師一寸様の伊達姿を改めて、その黒豆みてえな大概みんな黒豆みたいな目ん玉やけど、焼きつけるんだな。ほう、旅絵師一寸倍率1000。倍率1000。まったくこんな凛々しい大和男の子が他にいるかってんだ。どうだい、少しは見直したかよ。それどころじゃない、この野郎。まあそんなことより、まずはこの屋敷を探って、あの霧の渦が何者なのかを突き止めるのが先決だい。お前もなりが毛玉みたいに小さくなっちまったが、やるときゃやるってところを見せてくれるんだろうな、天子。前回から引き続き人に乗られてばっかり。さて、早速出発と行こうじゃねえかと言いたいところだけど、こういう世界じゃお前もまだ勝手がわからないだろう。だからどうしてもって時にはおいらが手伝ってやってもいいぜ。例えばあそこに鎖でぐるぐる巻きの箱があるだろう。筆調べでおいらをあの箱まで導いてくれりゃ、ちょいとひょっとびして中身をかっさらってきてやら。ほれ、今ここでちょっと試してみない。そう、またもう前回同様、スズラホのお札みたいな扱い方を一寸でやるっていうね。ほらよ、へへ、これが我が獲物の電光丸の切れ味で。おっと、最初に言っておくけど、いくらオイラが喧嘩っ早いと言っても妖怪に向けて飛ばしていけねえ。もしそんなことされたらオイラ血が騒いで大暴れしちまうからよ。よし、それじゃ今度こそ出発と行こうぜ。ちょっと一回ぐらい妖怪に吹っ飛ばすか。ワップを。おっと、いきなり来やがったぜ。天子分かってると思うけど、今のお前は毛玉同然の大きさだ。だからいつものようにポワッとしてたら踏みつぶされちまうぜ。へへ、これで少しオイラの苦労も分かるってもんだろ。それにしてもこの霧一段と濃くなってるじゃねえか。やっぱり睨んだ通り、この屋敷には何かあるぜ。なんかあるんやけど、ちょっと待って、これ確か一撃 KO だった気がすんよな。踏みつぶされたら。とりあえずセーブ。ああ、で、この雲ね。天子、あれを見ない。あいつは鎖雲って言って、やたらと当選簿して嫌がらせをする意地悪雲さ。大抵おとなしくしてるけど気まぐれな野郎だから、まあ用心するに越したことはないぜ。まあちょっと彼らの対処法もいろいろありますが。これ、一寸でどうこうはできんかったよな。だと思う。おっと、天子、人間の足踏んづけてるぜ。まあ向こうも気づいてないようだし、謝ることはねえか。よし、じゃあどんどんちょっと奥に進んでいきます。で、ここであの子にも確か出会えるはず。なんださっきから、どこからか人の鳴き声が聞こえてくるな。出た、あれは牢獄じゃねえか。奥に誰かいるけど後ろ姿でよくわからねえ。まあ大抵ああいうのは振り向いたらブザイクって落ちだい。それに下手に騒がれて屋敷のやつに気づかれても面倒だ。放っておいて、先行こうぜ。そこで取りこぼしたら結構やばいんやな。お、ここは神的か。出たー。いや、なん何やったっけ、なんか鏡系よね。こいつはどうしたんや、疾風とかで。あ、オッケーオッケー。大体こいつら疾風や。ほら、弾け飛びな。この、一郎丸。あれ？なんか知らんが。いやー、討伐時間が結構、あれやな、やっぱ、渋いな。わっちょ！
あぶねー、ここマジで危ないけんな。ほんまに気ぃつけんかったら普通に一撃歩けん。あげあげあげ、ん？ちょっと待て。あ、そうか。足に乗っかって。ほい。いけいけ。ダメだった。よいしょ。ほい。ほい。オッケー。もうカメラワークについてはね、割と多分そのあたりはやっぱ昔のゲームっていうのもあって、痛い痛い、ブエーペッペ、ちくしょう、俺たちはゴミじゃねえってんだい。こんな勢いでホウキ測るじゃさすがに通り抜けられねえや。これホウキに関しては絶対こっち見えとるやろと思うけど。さあ、じゃあ鍵開けに戻ろう。お、来た。もし誰かそこにいるのですか。あ、よく見えませんが、もしかして使いの小槌では。使いの小槌？一体何の話だ。あ、あなたたちは。おいら、おいらたちはちょっとした通りすがりの問題。あんたさっきからそこで泣いてた泣き虫姉ちゃんだろ。わざとらしくグスグス言いやがって。臭い演技で人を騙すよ、コッパ妖怪じゃないだろうな。は、それは、いえ、もしかしたらそうかもしれません。私はジジ様の作った竹細工を売りにこの西安教へ来たのですが、突然この屋敷に住む宝の帝に囚われ、牢に入れられてしまって。ジジ様の竹細工？それはもしかして草薙村の竹じいさんのことか。あれ、ジジ様をご存知なのですか。もう、もう顔ほとんど見えとるけど普通に綺麗な顔して。いかにも、私は草薙村でジジ様に育てられたかぐやと申します。月光美人かぐや。美しき。でも私、それ以上のことは何もわからないのです。なぜここに囚われたのか、そして、それ以前に自分が何者なのかも。かわいい。いやー、あの竹じいさんにこんなかわいい孫がいたとはよ。よし、かわいい孫は牢から出せだい。宝の帝ってのを懲らしめて、このイスン様が姉ちゃんをそこから出してやら。え、あ、あの、でも私、いいからいいから、姉ちゃんはそこでおとなしくしてない。今からオイラたちがこの屋敷奥の奥まで隅々回って、宝の帝ってやつと話しつけてきてやるからよ。何心配はいらねえや。今はこんな可愛いチー神様になっちまってるけど、チー神、チー川みたいに。こいつは天下を見そうな総神、アマテラス様だい。大船に乗ったつもりで待ってな。それじゃ行くぜ、アバコ。よしよし。よう、来たぜ。道を開けな。さあ、これで久しぶりに、もうちょいかな。もうちょっとしたら、新しい筆神様が、来るはずだ。あり。行くぞ。ああ、ここ確か結構むずいよな。へへ、見つけたぜ。宝の帝というだけあって、こんなところに宝箱を隠してやがら。匂う。とんでもないお宝の匂いがプンプンするぜ。これ雲、顔は可愛いんやけどね。おっと、みんな、面白い奴がいるぜ。あれは渡り雲って言って、ああやって一日中糸の上をうろうろしてる可愛い妖怪さ。確かに可愛い。特にガイはねえが、あんまり背中に乗って遊んでるぞ。暴れて振り落とそうとする奴もいるから気をつけな。そう、こいつらなんか色によって動きの速さとかも決まってるんですよね。まあそこら辺を解消する筆神様が今回手に入るわけないんやけど。ちょっとここは、でかクローバー。あ、そっか。体がちいこいけど。ちょっとぼちぼちというか、順々にやっていこう。よし、じゃあ一旦ここらの上の方は全部行ったんで。
ほれ開け、あだーち行くぞ。ひょうたん、あれがお宝かよ。しまった。あまこ、こいつは鎖雲の野郎じゃねえか。畜生、さっきまでおとなしくしてたのに虫の居所が悪くなったな。こりゃここから出るにはちょいと一苦労しそうだぜ。まあ任せにしよう。これ別になんかここ以外に特になんかめぼしいものとかもなかった記憶なんやけど、ないよな。この上乗れるわけでもないしな。じゃあ進めよう。これ出てこい。ここもあれか。おい天子、このひょうたんの中も妙に霧が濃いけど、外の霧とは感じが違わねえか。なんていうか居心地が良くて悪い気がしないぜ。敵出てくんやっけ。そういうわけでもないか。あ、思い出しました。はい、じゃあこの霧を外に出そう。いっけ。あの子ずいぶん景気よくやりやがって。なんでこんなところにひょうたんをしまい込んでるのか知らねえが、こんな心地のいい霧を独り占めしてるんじゃねえや。来たー、あの光、まさかこんなところでも。今回は羊。ほい、ほい、来い。実はこの羊の筆神様、結構にすごいあれなんよね。いた。いた。いた。おお、我らがジブアマテラスオオミカミ、我をもとより離れしの地今より逃れんと国中王様よいたるが、この横島なる氷炭に捕らえられ、ここに眠りはべりん。おもとのお力にて我が運に解かれし今、この春日見甘美なる運務をもって、おもとのお前を怪しく彩らん。そう、こいつがおったら、高宮平のモグラも、めちゃくちゃ楽勝になってしまうっていう。そう、そうか、宝の帝が氷炭をしまい込んでいたのは、その中に霧の神様春日見を封じ込めてたからだったんだ。春日見はその深い霧で世界を包み、万物を時の狭間に惑わせるって言うけど、確かにあの霧は時を忘れるほど夢心地だったぜ。それどころじゃねえや。あの子、お前そのすげえ力を取り戻しやがったな。言い伝えが本当ならその筆技はどんな妖怪でも、例えばあの鎖雲だって一筆で時の狭間に惑わすはずだぜ。アマコ、霧隠れの力早速試そうじゃねえか。に。ご親切にどうも。あの氷炭に書いてある霧隠れの紋所を書いて、あの忌々しい鎖雲の野郎にぶちかましてくれよ。ぶちかますぜ。時を止まれ。ななな、なんだと。鎖雲の動きがゆっくりになった。今のが霧隠れ、時の狭間へ惑わす無境の筆技。甘子、全くお前ってやつは信じられねえ技を使いやがんな。これなら鎖雲どころか、どんな素早いやつだって止まってみえら。それからもう一つ、はっきりしたことがあるぜ。
筆神様をわざわざこんなところに隠しやがるた。宝の帝ってやつはやっぱり正気じゃねえ。不気味に立ち上ってるあの霧の渦との関係がますます怪しくなったぜ。まあじゃあとりあえずここから出させてもらおう。あばよ鎖雲。おっぽ、ああこいつもとりあえず疾風、疾風ってわけではないんか。こいつなんて速さだ。こんなに速くちゃ攻撃の当てようがないぜ。はい、あもうそれで聞いてくれるの。さっきから鉄火玉がもの、おおいや鉄火玉が強いな、ほんまに痛れがな。最初食らったけんな。よーし、じゃあ戻って進めんぞ。ちょっと待って、こっちじゃなかったな。よし、これでこのほうき野郎も。ただこの辺りなんか上に何もなかったっけ。何もなさそうか。よい、ここまでさっさか進んできたけど取り忘れとかないよな。確かここ妖怪がな、一匹取りこぼし要素の妖怪がおるんですよね。実はここのシンボルエンカウントでしか埋めることができん妖怪が、ギャン、おった。大丈夫か、帝の顔やばいよな。はっ、おい山子、あそこ見ろ。もしかしてあれが宝の帝じゃないのか。病で寝てるなんて話だったが、どう見ても野郎が都の霧の元凶じゃねえか。さあ、あいつをとっちめるにはどうしたもんか。さすがにオイルたちの体も蚊帳を通り抜けるほど小さくないぜ。まあ、回っていきましょう。で、シンボルエンカウントのみで出てくるやつやけん、ちょっとここら辺におるシンボルエンカウント全部潰していきます。一旦この針の上のやつも行ったけん、ここはもうよしよしイエス。じゃあ行くぜ、宝の帝の構内に。いや顔色というか目がやばい。見ろ、真下に宝の帝が寝てやがら。まるで飛び込んでくださいとでも言いたそうに大口開けてよ。飛び込むぜ。なんか、まあ、しょうがないとはいえ、一時的でも口の中に毛玉が入るってちょっと嫌やな。これは宝の帝の体の中。甘子、お前なかなか大胆なことするじゃねえか。確かに元を立とうとするならこれが一番手っ取り早いかもな。これは、喉チンコか。おいおい、ずいぶん可愛いもんがあるじゃねえか。あれは宝の帝の、プフフフ、喉チンコだぜ。あれにちょいといたずらしてやりゃ、宝の帝のやつはくしゃみでもしてオイラたちを外へ放り出すかもな。まあそんなことはどうでもいいから、早く奥へ進もうぜ。はーい。さあ行くぞ。さーて、この向こうには何が待ってるかな。ここまで来りゃ何が出てきても驚かねえが、まさか甘子、今さら帰るなんて言わないよな。言わないぜ。いい返事だ。今回も腹決めて一丁行くぜ。考える前に飛び込めってな。もう飛び込んどるしな。今回のボスはもうさっき手に入れたカスガミがもうめちゃくちゃ大活躍する敵やけんね。ちょっと華麗に決めたいところ。よし来たぞ。まさか信じられねえ。甘子、この霧、生きてやがるぜ。てか、イッスンはこんなにすぐ近くで霧を吸い込んでも平気ってことは、よっぽど耐性があるというか、強いんや。こいつやばいよ。
疫病。この者の体を操り都中に撒き散らしたる我が悪、それを払おうなどとつまらぬ真似をしている命畜生め。だがここが人間の体の中とあっては容易に手が出せまい。天下一との誉れも高きこの妖刀カナクギが貴様の血を吸いたいと泣いておる。さあ撫で斬りにしてくれるゆえ、そこより一歩前へ出ろ。お？おお、へへ、なんぼでも出てやるぜ。カナクギ野郎た傑作で、てめえは名前でもう負けてら。ここの不粋者め。よいか、ここは宝の帝の意の負の中。ここで暴れたらこの者の体は。チートばかりここで暴れりゃ気付け薬が省けるってもんよ。それより都の切り騒ぎは全部てめえの仕業かい。人間の体の奥底に取り付くなんざ手の込んだ真似しやがって。この一寸様が天下の切れ者伝光丸で、その生倉型のへし折ってやら、かっこいいぞ一寸。ただこれ一寸をぶっ飛ばすことってできるんだ。あなんかめっちゃ盗んできおる。でこやつも意外と動きが速いので避けるために、あ間違えた、そうやこいつや、こいつ本体はこの金釘の方なんですよね。なぜ出てこん爆弾。手か玉、え、わしなんかダメージ食らった今。これってまた動き鈍らせてもダメか。めっちゃ取ってくる。一寸めっちゃ取ってくる。ただこれ取ってくるはええもののあれやね、炭が無限じゃないけん、ちょっと、あ来たな。ああここも確か動きが早かったはず。あぶねえ。そうか、あの緑の幕がない時にやらんかったらいけんちゅうやつやな。来るぞ。行って、早すぎ。事前に知っとかないかんのか。おらおら、くたばりやがれ。ボロボロやったな今回は。お、新しいマガタマか。タマコは新しいマガタマよ。というかちょっと一回ぐらい剣も表神器にしてやってみんとね。神器違えしの玉を手に入れた。清廉なる光をその身に宿したマガタマ、浄化の力を持って敵を治癒する。都中に立ち込め人々を苦しめていた毒の霧は、都の貴族宝の帝の体に救う妖怪疫病の仕業だったが、積年の怨念を宿した妖刀カナクギこそこの妖怪の実態だったのじゃ。そしてアマテラスとイスンはこの難敵に立ち向かい見事退治して見せたのじゃった。疫病が滅び去るとこの妖怪に操られていた帝は正気に帰り、都を覆っていた毒の霧もすっかり消え失せた。戦いを終えて一息つくアマテラスたち。じゃが思いもよらぬ光景がその安らぎの時を引き裂いた。バラバラに砕け散ったはずの妖刀カナクギから黙々と立ち上った見覚えのある奇怪な容器、闇のように真っ黒い妖刀カナクギの怨霊じゃ。そしてそれは間違いなくあのヤマタノオロチを退治した時に空へ散った黒い影の一つだったのじゃ。そのよどんだ音量はあっという間に空へ昇り、遥か海の彼方へ飛び去っていった。まるで己の仲間へその身を捧げに行くかのように。
アマテラスたちには休む時間などありはしなかった。都の人々が元の生活を取り戻すには海で暴れる水流の脅威もまだ残っておったのじゃから。おっと、それからこのお話にももう少し続きがあるんじゃった。ほれ、お前さんも一つあれを忘れてはおらんかの。勝ちどきか。へへ、ざまみろ。この一寸様に盾つくにはあと10尺は足りないってんだ。いや、結構やばかったっすよ。ごめんなさいね。さて、天子、妖怪退治も終わったし、ここで一丁、いつもの勝ち時を。といけねえ。すっかり忘れちまってたぜ。牢にはまだ影の姉ちゃんが囚われてるんだっけ。いや、人の体、ってか、帝の体なんかちょっとやばない。天子、このおっさんまだ寝てるようだな。起こして説明するのも面倒だし、一応このままおっさんを操って鍵を開けさせるってのはどうだい。分かってないようだな。まあ見てなって。ミカド好き勝手されとんな。まずはこうやって胃袋を引っかき回して、うわっとっと、ゲボ出るで、そんなんされたら体の中でな。はい。お、大山子大丈夫か。ほら、なんとか帝のおっさんを立ち上がらせることができたようだぜ。それじゃこのままおっさんを操ってかぐやの姉ちゃんのところまで行こうじゃねえか。おっとっと、なかなか人間操るってのはうまくいかないぜ。こっちじゃなくてかぐやの姉ちゃんの牢屋の方に進ませなきゃな。すいませんね。いらんとこ行かずに行けてな。あれ、ひょうたん、これ二つのぶら下げ取りやん、ミカド。酒飲みやな。こんにちは。宝のミカド様、歩き回れるほど回復されたのですか。牢にいるかぐやなる者、ミカド様に仰せつかった通り捕らえましたが、罪なき者を牢に入れるなどと、一体なぜそのような命を。いえ、私にはミカド様の崇高なお考えが計りかねますゆえ。まあ、気にするない。宝のミカドもなんかそんな気分やったんや、多分。まあ、宝の帝様、医者の治療もお受けにならないと申されておりましたが、ここはしっかり医者のもとで療養されてはいただけないでしょうか。都の民の中にはこの屋敷が病原だと申す者まで。いえ、私はそのような考えは一切持っておりませんが。ここの兵士たちみんな帝好きすぎやろ。まあね、帝も疫病に操られておったけんしょうがないっていうところあるよね。よっ、かぐや。あなたは宝の帝。あなたが現れたということは、まさかあのお二人は。ああ、そんな、私が巻き込んでしまったばっかりに、私は何とお詫びをしていいのか。そうだな。それじゃあまずは月見団子を100個ほど用意してもらおうかい。すごい、どういう原理なんその操作は。え、なんてな。その声は、タケ姉ちゃん、オイラたちがそう簡単にくたばってたまるかよ。おっさん、腹ん中の悪い虫に操られちまってたけど、オイラたちが片付けといてやったから、そのうち元に戻るだろうぜ。おっと、その前に、おっさんには牢の鍵を開けてもらうとするかい。よっこら、セット。よかった。本当にほっとしました。ほれ、タケ姉ちゃん、立ち話の時間はないぜ。どうやらこのおっさん、妖怪に操られていただけのようだが、屋敷中が大騒ぎにならないうちにどこかに逃げた方が面倒がねえや。さーて、天子、オイラたちも出るとするか。ここをこうして、こちょこちょこちょ。いや、すごいな。天子、その顔、やっぱりあれをやりたいのか。確かにあれがないと締まりが悪いからな。竹姉ちゃんも無事逃げたようだし。それじゃ一丁、帝のおっさんに寝覚めの一発決めてやりな。ギャッキー。ここまで。いや、記録します、記録します。うん、チンは今まで一体何をしていたのじゃろうか。
病で寝込んでいたらしいのじゃが全く覚えがない。確か都に竹細工を売りに来たかぐやという名の娘が持つ火の海を渡ることができる秘宝を一目見ようとしたんじゃが、彼女をこの屋敷に招こうとしたところから記憶が途切れておる。まるでつきものに疲れていたかのようじゃ。人騒がせなおっさんだぜ。まあ、竹姉ちゃんも無事だったし、今回はお咎めなしにしてやら。白い狼とそして面ような動く飴玉、眠っている間夢の中で見たような気もするが、ともかくこのような失態、早く卑弥呼殿にお詫びせねば。卑弥呼、そうだ、阿波子、都城を巻き込んだ今回の騒動、女王卑弥呼が黙り決め込んでるとはどういう了見だい。てめえの屋敷にこもりきりで高みの見物なんて承知できねえ。一言文句言わねえとムカッパラが収まらないぜ。ところで白い狼よ、お前の顔を見ておるとなぜか心が和むの。腹の内まで見透かされているような、そんな安心感がある。それは安心するんか。そりゃあんたの腹の中は知り尽くしてるからな。チンは妖怪牙という秘宝を集めておるのじゃが、お前にはその妖怪牙と交換でチンの宝物をくれてやってもよいぞ。狼に宝をやるなどとバカにされようとも、お前はチンの幸運の狼、きっとご利益があるはずじゃ。お前もその鼻で妖怪牙くらい拾い集めているのであろう。さあその牙とチンの宝物を交換といこうではないか。そう、え、何これ、ああ、霧隠れの裏もどころが刻まれた氷炭、物ザネの鏡を行き来する力、これが、あれです。いつもセーブしとる鏡、十字というか赤いマークがついとるセーブポイント感をワープできるようになるんです。もうだからそうなってきたらもう、小金との子は全く必要、小金との子じゃないわ、何やったっけあれ。小銭？人魚の小銭か。人魚の小銭はもう必要ないです。で、あ、ないね。ほんまに欲しいやつが実はここにあるはずなんですけど、ちょっとまだ追加されてない。で、それが200本必要なんで、まあ、394本あるけんな。早積み秒単か。いやでも、このあたりはいらんかな。一旦じゃあちょっとこの容器無菌秒単だけちょっと交換しときます。お、我らが地母アマテラス大神、元より離れしおり、無産したる我が身は二方に裂かれ、その半身この横島なる氷炭に封ぜられはべりぬ、その封印解かれこの身一つになりし、今我が真なる力切り飛びの妙義をおもとに捧げたてまつらん。氷炭から筆技とはこれたまげたぜ。宝の身柄もこんなもんが入ってるとは知らなかっただろうな。その切り飛びって筆技、肝心な使い方おいらもよくは知らねえけど、まあとにかく儲けたじゃねえか。出た。これ帝びっくりせんのか。宝物が急に。絵巻霧隠れの極意を手に入れた。早速読んでみましょう。まあ多分使い方ないよね。身を移した者の記憶を永遠に刻むという物ザネの鏡、その中には物ザネの大鏡と呼ばれ強い神通力を宿したものがある。その物ザネの大鏡に霧隠れの筆技を持って罰の印を結べば、霧隠れの極意霧飛びがその力を発揮する。霧飛びの技を持ってすれば遥か彼方の物ザネの大鏡にその身を移すことができよう。めっちゃ便利。人魚の古戦の出る幕なし。さあじゃあ一旦疫病から解放された西安京を探索していこうかね。